黒岡あゆみさんは妊娠34週目。新型コロナの第3波が到来する直前の去年10月、大阪大学医学部附属病院を訪れていた。今の状況は、だから赤ちゃんが、まず胎児水腫っていうな、はい、赤ちゃんがむくんでるので、あやみさんは28週目の時、お腹の子が胎児水腫だと診断された。生まれる前から肺や胸に水がたまる病気で、原因は調べてもわからなかった。一般的に出産を経て生存できる確率は 25% 程度だと言われている。あやみさんは夫の誠さんと息子2人の4人暮らし。病気が分かった当時は戸惑いもあったが、前向きな夫の支えもありここまで来れた。そうそうそう、お早い早い、すごいすごい、前向きよ。もうええって、もう折れる、割れるわ、割れるわ、ほんまに。もう片方ずつにしよう。折れる、はい、やる。生まれてこないと姿って見えないから、余計にもう姿が見えない分不安、うん、で何の病気が隠れてるのかとか、まあ、そこが一番、はい。まあ胸水が溜まってようがね、そのとにかく生きて生まれてきてくれれば、なんとでもしてやるっていう、まあ、そういう思いはずっと持ってるんで。生まれた赤ちゃんは阪大病院の新生児集中治療室 NICU に入る予定だ。しかしその NICU はコロナの影響で危機的な状況となっていた。安田智子さんの娘の沢子ちゃんは現在5ヶ月。今は自宅で家族と一緒に暮らすことができているが、去年の夏、生まれてから1ヶ月ほどを阪大病院の NICU で過ごした。これまで家族は24時間、いつでも好きなだけ面会することができていた。しかし、新型コロナの影響で、面会時間は1日30分に制限された。ん？あ、おはよう、みーちゃん、おはよう、おはよう。わずか30分の面会のために毎日足を運び続けた母智子さん。どれだけ頑張っても母親として満たされない日々が続いた。あの子のことをこ う, うまくこう受け入れられるかどうかが不安。毎日こうコンスタントにやっていとかないと、忘れてしまうことはないですけど、なんかこう何やろう、ちょっとうまく言えなくて申し訳ないですね。スタッフたちは春先から長引く面会制限に危機感を抱いていた。お母さんたちに30分経ったので来ていてくださいというのがすごい心苦しいなと思います。 NICU での親子面会には通常のお見舞いとは異なる重要な意味が込められている。そして NICU で見てる赤ちゃんの家族の愛着形成に必ずご両親が地のそばにいるというのは必要かなと思うので。愛着という言葉が意味するものとは。この問題をテーマにした著書がある。この著書によると、愛着とは母親など特定の存在との特別な結びつきを指し、人格形成の土台となる。愛着形成のためには抱っこなどの触れ合いが重要だとされる。最近分かってきたことは、割と早い新生児の段階ですごい重要な、愛着形成にとって重要な時期があると。どちらかというと親側から子供に対する愛着が、すごくこう強化される。
つまりその時期に我が子を見るっていうことがすごく重要な、生まれた直後に我が子を見ることによってその存在がもう特別な存在になる。新生児科医として数多くの親子を見つめてきた阪大病院の北畠康二医師、去年スタッフとともに家族が病院に来れなくてもオンラインで面会できるシステムの開発を決意した。既存のビデオ通話サービスは多数存在するが、 NICU で使うにはセキュリティや現場にかかる負担の面で課題があり、独自のシステムが必要だった。そうですね、個人情報のセキュリティの問題をちゃんと超えて、しかもこれからみんなが使ってストレスなく使える、そして阪大病院だけじゃなくて他の病院の NICU でも気持ちよく使ってもらえる、そういうシステムを作ろうと思うとシステムの作り込みっていうのが大切になってきますから、そのお金が必要になってくることになります。今日でですね、3,329,000円、すごい、ありがとうございます。3000万円という額は大きいですけど、それよりも約1000人の方がこの僕たちのプロジェクトを見ているっていう、その意識の方が大きいかもしれません。システムの開発費用として1000万円を目標に始まったクラウドファンディング、予想を上回る資金が集まった。お腹の子が胎児水腫の診断を受けた黒岡あやみさん、予定通り出産の日を迎えた。手術が始まって間もなく赤ちゃんが元気な産声を上げた。しかし、容体を確認した医師らはすぐさま蘇生のための処置に取り掛かった。おめでとうございます。ちょっとね、しっかり泣いてくれてはいたんですけど、やっぱりちょっと息しんどそうやったので、ちょっともう処置させていただいて、ちょっと眠たくなるお薬を使って。 NICU に向かう直前、赤ちゃんのベッドがあやみさんの近くに運ばれてきた。もうちょっと寄ります。結構いけそうですね。はい、ありがとうございます多分煮込んでるんですよちょっとね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと赤ちゃん寒いですのでね、移動させてもらいます、はい、ありがとうございます。お母さん、また元気になったら会いに来てあげてくださいね、はい、い我が子に触れられた時間はたった13秒。ここから厳しい面会制限の日々が始まる。次に会う時までどうか無事でいてほしい。はい、OK です。願いを込めた。赤ちゃんには人工呼吸器のほかに肺の機能を助けるための特殊な機器が取り付けられ、急変にも対応できるよう厳重な体制で NICU に移動する。胎児水腫は肺やリンパ管の機能が成熟し、体に溜まった水が排出されていくことが回復への第一歩だ。特効薬はなく、赤ちゃん自身の治癒力に期待することになる。すごく元気に泣かれたのでいけるんじゃないかなとすごく思っているけれども、やはり肺の状態としてはそう予想していた通りしんどい状態だと思っています。生まれて10日、赤ちゃんは懸命に病と戦い続けていた。行ってくるね。いらっしゃい。バイバイ。バイバイ。行ってきます。あやみさんは毎日片道1時間近くかけてわずか30分の面会に通う。
おはよう。名前は海輝に。海のように大きく広い希望を周囲に与えられる人間になってほしいという願いが込められた。容体は安定しているが予断を許さない状況だ。今のところ大丈夫なんですけど、はいはい、まだ今から増えてくることが、ね、あるので、はいはい、そのお腹に入る量が十分になってから増えてくることがあるので、はい、まだちょっと予断はできないなっていうようなところなのと、ジュース山田さんが作ってくれて飾らせてもらいます。ありがとうございます。クリスマスに向け折り紙で作られたリース。NICU のスタッフは赤ちゃんたちとの深い関わり合いの中で一人一人の性格や特徴を熟知するようになる。じゃあママの方行きます。我が子といつまでも触れていたい、一緒にいたい。今はそんな当たり前のことすらかなわない。はい、はい、よろしくお願いします。また明日お待ちしてます。はい、お願いします。失礼いたします。夫の誠さんは会社を1ヶ月近く休み、毎日病院と家を往復している。しかし2人の息子の世話のためいつも病院の外であやみさんの帰りを待っていた。おっぱいの量で胸水が増えたりあるみたいやから慎重に行きますっていうことで。あ、そうだね、増えるんや。うん、たら増える子が多いねて。この会期は増えてない。うん、慎重に今から行きます。油断せずに行きます。あ、うん、で1日24時間あるうちの、ね、たった30分でその30分しか我が子に会えないって、ね、ちょっとむ難しいですね。言葉では表現できない。海輝くんが生まれて3週間、心の距離を埋めるためにわずかな面会時間で撮りためた写真は130枚を超えた。海輝のことをちょっとの間でもやっぱ忘れるじゃないですけど、頭から抜けてしまってる時がやっぱどうしても一緒にいてないとあって、この子たちとその上の子2人と違う部分っていうのはそれがあって、それを自分責めてしまう部分はありました。やっぱり抱っこしてこの母親やったらね、おっぱいあげて、その中でほんまに愛情って生まれてくるねんなっていうのもすごい育てて子育てしてて分かるけど、でもそれがほんまになかったら、それがねなくて長い期間どんどんね3ヶ月4ヶ月5ヶ月なってきたら、やっぱり実感っていうのも薄れていくんやろなっていうのはすごい分かります。うん、NICU で過ごす赤ちゃんの親たちが抱える複雑な感情、学問的にも研究が進んでいる。母親らへの調査が行われた分析では、子供が NICU で過ごす時期、母親の心の中ではポジティブな感情とネガティブな感情が繰り返され、心理的な支援が必要だとされた。心の葛藤を抱えた母親が面会制限に直面した際に陥る最悪の事態とされるのは、親子の愛着が失われてしまうことだ。人間というのはやはりその自分が得られないものに対してはそれをこう諦めることによって
それに慣れていこうとする、まあ、そういうやっぱりメカニズムを持っているわけですね。だからまあ極端な場合ずっと会わないとやっぱり脱愛着っていうのが起きてしまって、何年かしてこう、これ我が子だよって言われたってピンとこないわけですよね。そういう場合まあ起こりうるということで。オンラインの面会システムの開発を進める北畑医師ら、具体的な機能や設計の検討に進んでいた。他の病院の医師や NICU から巣立った子どもの母親にも参加してもらい、アイデアを募る。山崎先生、言っていいですか？はい、どうぞ。あのですね、まあ、実際にウェブ面会を運用してみて、医療者側としてすごく感じることは、ウェブ面会は対面面会をこうなんですか、カバーするものではない。杉浦医師の病院の NICU では、第1波の時から緊急的に既存のビデオ通話サービスでオンライン面会を実施している。しかし、親子が愛着を育むためには、直接目を合わせ、触れ合い、声をかけることが大前提だ。オンラインでは課題が浮き彫りになっていた。治療経過が見えない、自分のお子さんがどうなってるかが見えないっていうことはすごくとても不安になることだと思うので、そういう意味での意味合いはあるかなとは思いますが、赤ちゃんとの相互関係っていう意味で考えると、そこは全く満たせれないかなと。その一方でオンライン面会をした親たちの心の繊細な動きにも気づき、オンラインでも果たせる役割もあると感じていた。やっぱりご家族がおっしゃったことは、見れば見るほど触りたい、会いたいというふうにおっしゃってました。それでいい気がしてるんですけどね、僕は実は。見れば見るほど触りたくなるのが大切かなと。見れば見るほどこう会いたいなとか、そばにいたいなという気持ちが、なんか会えないほどこう募るというか、そういう効果はね、ある自分もそういう気持ちだったのであったかなと思います。開発したシステムが愛着形成に与える効果は限定的。それでもこの場にいる全員が少しの可能性に欠けていた。ものすごく愛情ある人は何しなくても一回も会わなくても愛情でいっぱいですよね。全然愛情を持てない人も世の中にはいるけど、大半はこの間にいるんですよ。大半は100と0じゃなくて1から99なんですよね。んなら、この人らは耕してあげれば芽が出るし、放っておくと芽は枯れるんですよ。そしたらこういう間にいるたくさんの人たちにちょっとでも音声と画像を見せてあげることで、その愛情の芽を出して吹いて芽吹いてくれたらいいだけの話なんですよね。冬生まれ初めて。胎児水種で生まれた海輝くん、徐々にむくみは取れ、自宅であやみさんと過ごすための準備が始まった。そして12月、退院の日を迎えた。これこれがスタッフからのメッセージカードになってて、めっちゃ嬉しい。いろんな表情あるし。ちょっと見上げたな。お家で楽しんでください。大騒ぎを楽しんでください。すいません。ありがとうございました。お世話になりました。失礼いたします。最後はNICU にいた頃から大きな声でよく泣いていたという海輝くん。3人の育児に追われる日々、それでももう大切な息子の存在を忘れてしまうことはない。朝起きて、夜寝て、また朝起きて、なんか普通に5人がいてたら、それはそれですごいことなんかなっていう、
当たり前のことが起きて、そうですね、当たり前が当たり前じゃないな。家族は一つになった。よしよし、おー、偉い。やっぱりお兄ちゃん。はい、次はる。2番は。次はる。はる、兄ちゃん。はる、かいちゃん、よしよしだって。本格的な第3波が到来し、阪大病院の NICU では、毎日できていた30分の面会が週2回にまで制限された。看護師たちは様々な工夫を凝らす。面会に来れない家族へ、赤ちゃんが愛情を注がれながら過ごしていることを感じてもらうために、兄のように元気に走り回ってくれて、服を呼び込んでくれたらいいなと思います。北畠医師らが開発を進めるオンライン面会システム、年度内を目指し完成を急ぐ。 NICU においては面会というのは治療の一環だから、新しいことに手を出してなんとかここを生き延びていき、いかないといけないんだろうなと思っています。生まれたばかりの命を守るプロたちは、今日も懸命に命をつなぐ赤ちゃんとその家族を見つめ続けている。